東都大学野球一部リーグ駒台にゼロ国外クイーン台、2024年5月15日神宮、駒台のサワンエース、高井俊介、俊介、4年イコール広島賞、が4安打、102玉で一部リーグ戦初完封。同通算3勝目を挙げた。最後の打者を空振り三振に仕留めると、左拳を握りしめ、ガッツポーズを作った。 序盤は今週ドラフト候補、坂口翔宗、カスガ、4年イコール宝徳学園、との緊迫した投手戦でゼロ更新が続いた。0対0の6回、高井が1死2塁のピンチをしのぐと、その裏に3番、増ス優司外野手、2年、熊本校の右前に点打で先制点をプレゼントされ、そのリードを守り切った。 相手がいい投手というのは分かっているけど、自分がまずボロを出さないように。先に点をやらずに、ゼロで続ける気持ちが結果につながった。ただ個人的な喜びもつかの間。チームは開幕カードで高いが高騰して以来の白星で2勝7敗と低迷しており、視線は明日の2回戦に向いている。まだ勝ち点を取れていない。明日、16日。 も投げる準備をしないといけない、と大黒柱として連投も辞さない覚悟を示した。